ねえ、朝日、あんた時間あるわよね。あると言いなさい。急にどうした？少し探したいものがあるの。お箸やお椀を売ってる場所に連れて行きなさい。なんだよ、珍しいな。文句でもあるのかしら。いいから早く案内しなさい。それだったら目の前のエトリはどうだ？ここなら置いてると思うけど。ここは前に見たわ。別の場所は知らないの？ああ、そうだな。探してるのっていわゆる和風なやつ？ええ、そうよ。だったら吉野さんに聞いてみるのはどうだ？あの人古風なの詳しそうだし。吉野はダメよ。ああ見えて洋風が好きなの。え、そうなんだ。ええ、私が言うんだから信じなさい。それだったら和物に詳しそうな人に聞いてみるか。すみません。 Yes, Japanese。 なんで観光客なのよ。ほら、お土産に詳しいかもしれないだろ。ふん、それもそうね。この辺りで和風なものとか売ってる店を知らないかしら。おお、まさしく大和なでしこ。黒髪、ロング、これぞ日本のレディーね。は？ So cute。 一緒に写真撮ってもいいですか？ダメよ。Oh, no. それよりもあんた、お店を知らないかしら。早く教えなさい。 Yes, 知ってます。さっき免税店で買い物しました。なるほど、免税店ね。中央ストリートの脇がおすすめね。朝日、行ってみましょう。 Goodbye, 大和なでしこ。ありがとうございました。ここに売ってるのね。あ、ことみ？なかったわ。出てくるの早いな。ええ、当たり前じゃない。どれなら喜ぶか熟知しているもの。もしかして誰かへのプレゼントか？違うわ。それより別の場所を探すわよ。他には知らないの？どこだろう。ジャンク通りなら何か見つかるかも。売ってそうな人だ。ねえあんた、何か和風な小物は売ってないかしら。あるよ、何でもあるよ。さあどれがいい？何でもって何があるの？まずはこれね。戦国時代の湯飲み、しかも金箔。悪趣味ね。だったらこれよ。平安時代の屏風、サインもついてるわ。好みじゃないわ。それじゃあこれしかないわね。鎌倉時代の大仏よ。話にならないわ。営業妨害反対。ごめんなシャレ子さん。まあことみ、お前って何が欲しいんだ？別に何だっていいじゃない。それじゃあ朝日、エトリに戻るわ。電気街口よ。なんだ結局戻るのかよ。何か文句があるのかしら。あるって。まあいいよ、さっさと買い物済ませようぜ。
らもおしゃれするっち。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。着いたけど入らないのか。どうしようかしら。やっぱりさっきのお店をもう一度。そんなに真剣に悩むってことはよっぽど大切なプレゼントなんだな。だから勘違いしないでちょうだい。私がいつプレゼントって言ったかしら。行動がそう言ってる。少し歩きたい気分だったのよ。だけどダメね。歩き回ったらお腹が空いてきたわ。それでしたらお嬢様、ちょうど良いものを用意してあります。何を用意してあるのかしら。お饅頭です。それにお抹茶もございますよ。そう、素敵じゃない。それじゃおやつにしようかしら。はい、お嬢様。饅頭に抹茶って、どっちも和風な食べ物じゃ。やっぱり琴美の探し物って吉野さんへの贈り物だよな。まずはここだな。妄想は綺麗に消えてるわね。俺たちがカノンを倒した時から何も変わってないみたいな。ここにもカノンがいたのよね。ああ、俺が倒したんだ。調子に乗んな。とどめを刺したのは俺だったろ。ああ、ちげえよ、俺だってば。まあまあ、あんたたちいつの間に仲良くなったのよ。なってねえよ。朝日たちっていつもこんな感じなの。ああ、割と面白い仲間たちだね。もうお前もその一人なんだからな。うん、それじゃカノンの手がかりを探しに行くか。ポイントっち、忘れずにしとけっち。敵を発見っち。まだまだ。敵は三体っち。先生でも油断大敵っち。まだまだ。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。いや。敵は三体っち。焦る必要はないっち。ゲージ溜まってるっち。今の魔法が発動っち。これが本気だ。あと2体っち。踏ん張りどころっち。扉を進むっち。気を…て、敵がいるっち。どうするっち。敵を4体発見っち。飛ば
わしてくれ。さっさとやっちゃうし。やるだろ。これで。さあ。あと一体し、さっさと終わらせる。敵がいるっち。敵は四体っち。隙を突きまくれっち。かかってこ。エマジンモード発動できるっち。やめてください。まだまだ油断できないっち。より一体っち。袋叩きにするっち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。セーブポイントっち。忘れずにした。なんもないな。ああ、俺が倒した時のままだ。だから倒したのは俺だって。うっせえよ。ヤマトとレイジさんはここでカノンを一回倒しているんだよね。俺がな。で、妄想の侵食は消えたんだよね。それじゃあここの妄想師がカノンだったってこと？確かにおかしな話ね。ここはピンクマントの妄想だったのよね。カノンがここを産んで、産んだ本人が妄想師だったってことよね。不思議な話っち。間違いなく妄想の侵食は消えた。だから奴がここの妄想主であることには違いない。どういうことだ？カノンについて思い当たることがあるんだ。何か知ってるのか？推論でしかないんだけどね。やっぱりカノンは妄想の存在なんじゃないかな。誰かが妄想受け負い人カノンという存在を妄想した。そしてそんな妄想が現実を侵食した。だからこそカノンは妄想を受け負う力を得た。妄想の存在だからこそ複数存在できる。ここはカノンの妄想なんかじゃなかった。きっとカノンを生んだ誰かの妄想だった。そう考えるのが自然なんじゃないかな。何人もの人間がカノンという存在を妄想したっていうのか。ありえない話じゃねえが、何人もの人間が同時に同じ妄想をするとは考えにくい。やっぱりそうだよね。だがあながち間違っちゃいない。え？ついでにお前はもう気づいてるんだろ、管理局とカノンの関係に。確証はないよ。だけどきっと管理局はカノンを利用しようとする。カノンを始末する前にカノンの妄想の力を手に入れたいんじゃないかな。それじゃあ奴らは次の妄想級へ急ぐぞ。で、次はどっちに行くの？ああ、近い方。どっちも大して変わらないわよ。それならジャンク通りの方に行ってみましょう。前に私たちが壊した方ね。じゃあそっちだ。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。
扉を進むっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。どうするっち。扉を進む。敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。ここにも何もないわね。はい、私たちが倒した時と同じ状況です。ここの妄想師もカノンだったのよね。ええ、そうよ。だけどまさかピンクマントが何人もいるとはね。一体誰が生んだんだ。まさかですよね。うん、どうしたんだ。いや、なんでもない。ま、カノンも出てこないし手がかりもない。次を当たってみるか。あ、おい、待てって。僕たちも戻ろうか。とりあえず表に出るか。どうしたの、リュウちゃん。悩みならオイラが聞くっち。あの時のこと思い出していたんです。思い出すようなことなんてあったかしら。カノンさんの言っていた言葉です。目を背けたくなる現実、手を伸ばしても届かない理想、その隙間を埋めることができる、それが妄想の素晴らしさだって。そういえばそんなこと言ってたわね。現実と理想のギャップ、それを埋めるのが妄想だってことかな。おい、早くしないと置いてくぞ。ごめん、すぐ行く。残すはあと一箇所だな。いや、行く意味はない。これ以上は時間の無駄だ。なんでだよ。おい、喧嘩すんなって。立花はどっちなんだよ。え、俺、俺は、もう朝日の好きにしたらいいと思うよ。じゃあ一応行ってみるか。だよね。だったらその目で確かめろ。結果は見えているけどな。決定ですね。こういう時こそ足で稼がなくっちゃね。